だしパックを入れて大根と人参がしっかりね、しっかり火が通るまで煮たら、はい、のりちゃんのお魚ご飯を取り出して、だいたいこの分量だったら1パックでいいと思います。こちらを汁ごとね、汁ごと全部ジャバーと入れちゃいますと。はい、でこれでもうちょっと火にかけます。